スイリア先輩。ん？水野くん。どうしてここに？どうして？こんな素敵な場所を訪れるのに理由が必要か？確かに。ここへはよく来るんですか？時折な。気持ちが落ち着いて元気が出るんだ。同じです。俺もこの国に来たばかりの頃ここを見つけて。残念。もしかしたら私たちはもっと早く出会えていたかもしれない。そうすれば我々の関係も今とは違っていただろう。あるいは水野は私のベグライターとして。いや、ここは我々にとって特別な場所だ。薄いな話はやめて。食べないか？クッキーを。せっかくですが。私が焼いたものだ。毒なんて入っていないぞ。先輩が？私だってクッキーくらい焼けるさ。いただきます。冷たい手をしているな。冷たい手をしているものは逆に心が温かいという。水野は温かい心を持っているのだな。